吉田さん、お疲れ様でございます。山本太郎さんの凱旋やそれから国会での質疑を聞いたり見たりしていると、私なりに自分で考えていかないといけないことがたくさんあるなってことに気づいたんですよね。例えば今吉田さんが言われたように、その親に虐待をされてね、で非常に苦しい家庭環境にいる、それに対して、あ、自分はお父さんお母さんの庇護のもとに生まれて嬉しいなって思えるかどうかって言ったら、とても思えないですよね。で、子供からするともうそこには逃げ場がないんで、自分のお父さんお母さんしか頼るところがいないみたいな状態になってしまう。だから家から出るわけにもいかないっていうところがあります。これはね、やっぱり学校ですとか会社とは全く違うステージで考えなくてはいけなくって、あの学校とか会社ってのは行かずに済むんですよ。なぜなら我が家があるから。でも我が家っていうところに居場所がなくなると、もうすでに自分の住みかっていうんですかね、落ち着く場所っていうのはなくなっちゃうわけですよね。だから最近だとそれが東横キッズみたいなことになったりとか、昔でもね、ジベタリアンとかね、チーマーとかみたいなことになってしまったりとか、あのツイッターでね、あの家出少女みたいなのがあったり、あとは私たちとか男の子ですからね、家出してちょっとたむろするみたいなところが、たむろってのはなんかこう、大体こうね、ちょっとグレて、一番グレたやつの先輩の家にたむろして、ずっと帰らないみたいなことがあったりしたもんですけどね。まあでもそうやって、極端な例を挙げるとキリがないんですけども、最近ではそれが極端じゃなくなってくるんですよね。これも山本太郎さんに、あの、いろいろ何回も教わったことなんですけども、10代、20代、30代のお亡くなりになる第1位の原因が自殺っていうことなんですよね。つまり、もう明日以降の自分の人生が今日生きるよりも辛くなりそうだから、もう嫌だ、終わってしまえみたいな思考になってしまうんですよ。つまり将来に希望もないし、それを助けてもらえるような親、兄弟、知人、友人、先生、社会もないということなんでしょうね。で、なんでこうなったかっていうと、私はね、その核家族化とかっていうのがものすごくダメージを与えてると思うんですよ。つまり自分の住んでる家にお父さんやお母さん、もしくはその片っぽしかいなくって、もう逃げ場がないわけなんですよ。でもちょっと前、ほんのちょっと前ですよ、昭和30年代とか40年代の初頭ってのはどうだったかっていうと、一つのでかい家にサザエさんみたいにおじいちゃんおばあちゃんがいて、お父さんお母さんがいて、そしてその下に子供なんですよ。っていうことはね、お父さんお母さんがちょっとひどいことをすると、おじいちゃんおばあちゃんがちょっと何してんだ、自分の子供に貸しなさいとか言ってひったくったみたいなことがあったりとか、おじいちゃんおばあちゃんの監視の目があるから、お父さんお母さんは子供に対して節度を持って接するみたいなこともあったり、そもそもお父さんお母さんが育児を極端な話放棄しても、おじいちゃんおばあちゃんが面倒見てくれる、そういうふうな形でね、家の中で子供を育てるって環境があったんで、子供からするとお父さんお母さんにこうね、なかなか話が通じなかったら、おじいちゃんおばあちゃんに相談するみたいなことがあったりとか、でお父さんとかね、お母さんがお小遣いくれなかったら、おじいちゃんがこっそりくれたりとかね、おばあちゃんが飴玉くれたりとかっていう、そういうふうなね、なんかいい逃げ場があったのが、あの核家族化になってそれができなくなっちゃったんですよね。でもそもそもそうやってサザエさんみたいな家庭で暮らしてると兄弟も多かったんで、やっぱり兄弟の中でこうね、助け合いとかがあったり、お兄ちゃんとかお姉ちゃんが下の子の面倒を見るみたいな形で、お父さんお母さんは直接手がかからなかったっていうところもありますよね。まあ、つまり子供が5歳6歳になると、下の2歳3歳の子供の面倒を見たりとか、しょいこで本当に子守りをしてくれたりとかね、ご飯食べさせたりとか、そんなこともあったわけですよ。そういうふうにして成り立っていたのが、これね、戦後の GHQ の政策だったんですけども、標準家庭って言葉が出たんですよ。これも今回私学んでいて分かったんですけど、標準家庭って何かっていうと、日本人がたくさんの子供を持ってね、そして一つの大きな家に住むのはよろしくないと。もう分断して、核家族って小さい家庭にどんどん放り込んでしまって、そしていろんな集合住宅を供給して、そこで需要を作り出してしまえって形だったんですよ。で、それを海外から持ってきて、例えばね、あの団地暮らしっていうのも、これも海外のマンションっていう考え方ですからね。そうすると、本来はでっかい家に家族みんなで1個の冷蔵庫だったのに、この家族が3つに分かれれば冷蔵庫が3倍売れるわけですよ。そういった形で日本の内需っていうのを作り出して、そこにいろんな資源を供給することによって貿易で儲けたっていうのがアメリカだったんですけども、でもこれが裏面出てね、日本は内需でものすごく儲かって、あんまり輸入しなくなっちゃったんですよね。冷蔵庫を最初は輸入したんだけど、お、これは自国内で作れるじゃんっつって勝手に作っちゃったんですよ。しかも性能のいいやつを、ものすごくいいやつをね、東芝みたいな感じのやつを。そうなると、輸入を最初はしてたけども、逆に日本製がいいんでね、輸出するようになっちゃったと。輸出大国になってがっぽり儲けて、アメリカの目論見は裏面出たってところがありますよね。
でも恨みに出なかったところがあります。それは物質文明がこの国に行き渡ったってことなんですよ。隣の家庭ではカラーテレビになった、うちもカラーテレビにしようよ。隣のお家でディズニーランド行った、うちも行こうよみたいな感じで、とにかく周りの人と同じようなレジャー、同じような持ち物、同じような車、同じような新築の家みたいになってきて、需要がボン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 喚起されたのと同時に一気に経済が盛り上がっていって、そして心が置き去られたんですよね。うん、とりあえず物がなかった時代なんで、物があれば心が埋まると思ったんですが、物が溢れても心は埋まらなかったんですよね。そしてそこに分断という名の標準家庭、核家族っていう概念が入って、しまいには受験戦争とかあってね、ロスジェレが生まれるってストーリーになってくるんですよ。そうなってくると30年前50年前から実はね、この格差や貧困っていうのは仕組まれたんではなかろうかと思います。核家族が進んで、最初は1億総中流だったのに、途中から二極化、超二極化として今に至るわけですよ。一部の人が自由を謳歌して自分勝手に生きて、俺は自由だ、自分でやっていくんだっていう人が一部生まれたと思ったら、どんなに一生懸命頑張って決まった会社に行って、もう重労働をオーバーワークしながらやっても、全然お金的に自由にならなかったり、親の介護の看取りができなかったりとか、子供を持てなかったりとかね、こんな極端に分かれていったわけですよ。そう考えていくと、山本太郎さんからね、いろいろと教わることをプラスアルファで自分で学習していくと、なんか全ては仕組まれていたんではなかろうかみたいな感じで、日米合同委員会ってとこに行き着いたり、 3S 政策ってとこに行き着いたり、財政法ってとこに行き着いたりとかして、しまった、気づくのが遅かったかというところでもあるんですよね。はい、でも今からでもできることはあると思います。いってらっしゃい。